今回は、キラはとにかく足癖が悪い、に対する反応集をご紹介します。とにかく足癖が悪い男。期待客部の負担がやべえ。足の裏はまだいい、つま先もまだ許す、だがすねは、すねだけはやめろ、って悲鳴が聞こえてきそう。走行がたわんでフレームにも応力が。膝関節含めた下肢全部点検または交換。になりそうよね。キラといえば蹴りってくらい蹴るよなこいつ。というか蹴りが目立つけど実はものすごい近距離白兵戦が多い。ネームド殺しはほぼ近接。整備兵、やめてください。脚部が、脚部そのものが。だからフレーム含めて全身バリアブルフェイズシフト走行にする必要があったんですね。確かに衝撃は物理ダメージだけどさ。ニューガンダムやゴーストガンダムみたくパンチするのとどっちが整備士泣かせなんだろうな。機体重量を支える分足の方が頑丈だとは思う。それはそうとやるな。手癖足癖の悪さは主人公の特権。そういやこんだけ足癖悪いのわかってるのになんで忍者みたいに脚部にビームはつけなかったんだろ。殺す気で戦うなら多分忍者の方が合ってるよねキラ。フリーダムはそもそもキラ用の機体じゃないし、ストフリになるとリソースを射撃に振りすぎてるんだろう。つまり設計思想的にどっちもいらない。でも、接近されたら蹴りする。ってわかってんだから、脚部にも武器あった方が良くない?キラならほぼ当たらないし当たらなけどうということはないで走行削ってるんだっけ?そやげり想定しないわな。リソースに余裕あるなら足サーベルとかつけるだろうってことだよねこれ。機体負担を抑えるって思考がないんだよなキラ。とりあえず何をしてでも目の前のやつを戦えなくする、に戦闘中の思考が一極化してる。巻き込まれ系一般人だし。軍人なら自分の命預けるものだから機体大事にするんだけど。どこまで行っても巻き込まれた一般人なんで機体は乗り捨て上等の戦う手段でしかねえのよね。一般人でも巻き込まれた以上命を預けるものはなるべく大事にしたいと思うけど、キラはそれ以上に割り切りがいいというか必死というか。バージも何もかもマジで迷いなくやるからな。まあもしものために設計コンセプトから外れた武装持たせるってのはどちらかというと悪手だかんな。そんな状況にならないように戦わないと機体スペックをフルに活かせない。設計者としては積極的に接近戦すんな。と言いたいことだろう。キラって基本的につま先か足裏で蹴ってるからサーベル発進機関なんてつけたらすぐ壊れそう。忍者とは蹴り方が違う。忍者の蹴り方ってついてる前提の蹴り方で、イージスの蹴り方と一緒なんよね。つま先をかすらせる感じの蹴り方。キラキックはそんなん一切気にしないヤクザキック。シリーズの中でも G ガン勢の次くらいに蹴ってるガが豊富な男。一応ストライク時代からフェーズシフト走行だから、少なくとも外装がへこむことないし、ストライクは関節部が一番初期 GAT ナンバーで優秀だし、フリーダムは当時のザフトが総力を上げて作った最上級ワンオフ機で、ストライクなんかも参考にされてるからある程度大丈夫なはずなんだ。リソースを割かずに足に武器つけたいならブルーフレームみたいにナイフつけても良さそうだな。つま先キックするならぴったりだな。忍者はエネルギーに余裕あるからビームサーベルで、バッテリー式はアーマーシュナイダーってのはなんか納得だな。まあ真面目な話キラが嫌がりそう。足にサーベルつけたら蹴りで殺せちゃうし、可能な限りは殺したくないって考えだし。いや、キラならそういう武装あるならあるで使いこなすでしょ。基本的にキックは相手の胴体に蹴り込んでるからどうあがいても殺しちゃうだろ。キラならサーベルオンオフ使い分けくらいできるだろ。足使う時にオフにするくらいならつける必要ないよね。じゃあどういう状況でサーベル使うねん?基本的にキラキックって邪魔なやつを戦場からどかすための技なのに。ぶっちゃけキラキックに殺傷能力は必要なさそう。キラなら距離取れば普通に他の武装で落とせそうだし。
足癖悪いのはガンダムだと赤い機体に多いイメージだったけど、キラ思ったより蹴っているな、いや思ったより殴る蹴るしていたわ。そもそもサーベルやライフルのビームを使わずぶっ飛ばしたいから蹴ってるんじゃないの。蹴り以外を使わせたいなら求められるのは鈍器じゃない。フェーズシフト走行って鈍器とかによる衝撃に割と弱くて、ぶつけどころによっては走行は無事でも普通に中の人やばいんだっけか。衝撃に弱いわけではない。弾が通らなくても被弾で揺れるのは防げないから、当たりどころが悪いと中身が壊れるだけ。手加議長に覚悟はある。僕は戦う宣言した以上、殺したくないから不殺ってもう心情的にできなくね。覚悟ないんかい言われるやん。むしろ殺した方が楽なのに殺したくないというエゴを貫いて戦うのは覚悟ありまくりでは。ストフリの設計はラクス襲われる前に終わってるはずじゃ。ビームはつけたがる人なんなの。キラに必要以上に殺させたいの。射撃をかいくぐってきた敵に対してライフルも持ったまま、足サーベルでコクピット以外を切り払うとか妄想してる。ライフル持ってんならライフルで狙った方が早いだろ。それなら普通にビームサーベル使うっすね。と言いたいが、なぜかに超ライフルなんだよなストフリ。キラならライフル上にぶん投げてビームサーベル抜くぞ。いや実際オーブのデスティニー戦はライフルぶん投げて、アロンダイとシラハドリからのレールガンぶっとしてた。死ぬ相手にそれできるならますます脚部ビーム入らんな。キラキに足サーベルってのもあったらあったで使うかもしれんが、こうして分析すると案外優先度低そうだな。普段の蹴りとだいぶ動きも用途も変わってくる。キラは白兵に移った瞬間サーベル抜くの恐ろしく早いからな。キックに白羽取りと選択肢がもともとあるから足サーベルは必要ないやろ。そもそもお前近づくんじゃねえよ。裏するための蹴り技だからな。たとえビーム派で突き刺しても相手は吹っ飛ばないから苦し紛れのカウンター食らう可能性あるのか、ない方が安全まであるな。蹴って距離取る&相手の体勢崩す、ビームライフルなりでズドンだからな。整備のあれこれを考えなければ戦術として割にかなってはいるんだよね。一度しかなかったけど立て捨てて爆撃をしたインパクトが強すぎる。バーサーカーかよ。バーサーカーだぞ。バッテリー切れかけでアーマーシュナイダーしかないからね。何が何でも殺す状態だ。で落ち着いた頃にうわーってなる。もうマジで戦いに出しちゃいけない人だよ。キラの蹴りってノックバック狙いな気がするからな。武器と盾を手放さず、フェーズシフト走行持ちでもよろける必要持ちで、バッテリーをあまり使わない、キックしかないな。逆に必要以上に選択肢あると迷いが出てくるよね。近づかれたらレールガンかビームサーベルならまだいいけど、近づかれたらレールガンかビームサーベルか脚部ビーム派で選択肢増えちゃうと一瞬判断遅れるだろうし。キラは元からカッコというか省エネのために足癖悪くて、アスランはイージス乗ったせいで悪くなったイメージある。アスランキックはあくまで足サーベルのための動きをしてるんだってな。キラキックはストライクからの流れだから基本相手動かすのが狙いで、アスランキックはイージスからの流れだから足サーベル使うのが前提なんだよね。イージスもインジェもサーベルあるから蹴ってるけど、アスランってジャスティスで蹴り使ったことあったっけ？アスランがジャスティスやセイバーで接近戦するときはしっかりとサーベルとシールドを構えて奇抜な動きはしない印象。アスランのビームなぎなたは割と奇抜な気がしないでもない。アスランってエリート軍人だから戦い方はハイレベルだけど堅実な優等生だよな。そういや麻痺してたがダブルセイバーはだいぶ奇抜だよ。自分切るだろ。ビームサーベルだから棒振りゲーでいいとはいえ、キラキックは状況をニュートラルに戻す意味合いが強い。相手と自分に殺しに行くって選択肢しかなくなりそうなら蹴って消えた選択肢をあえて増やしてるイメージ。ストフリ自体が1対多で戦うのを想定してキラが被弾しないことを前提とした機体だから、あまり近接装備はつけなかったんだろうな。
コンセプト的にはガン逃げ引き打ち機体だもんな。ストフリ、ちょっとこのパイロットすぐ近接仕掛けようとするんですけど。サーベル2本さえあれば近接は十分だからな。基本的にはマルチロックで敵をぶっ破して逃れた敵をビームライフルで撃ち落とすのが主流だからね。本人の気質は指導を受けてないノブシだけど一気で戦艦を守るんだから、ストフリはこう作るしかないんだよな。この動画は青木正常なる世界を作る組織ブルーコスモスとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。